大人の遊びをしろじゃないか。デブレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、待ちに待った NVIDIA の決算ということで、サプライズの方が起こっております。どんなサプライズだったのか楽しみです。現物のアメリカの株式の取引は大人のたしなみです。作戦会議スタートです。さあ、投資以外でお小遣いゲット大作戦ということで、 お小遣いをゲットするためにはね、モッピーがあるじゃないかということになっておりますので、モッピーの登録の方は説明欄にね、URL 用意しておりますのでね、まずはね、モッピーの登録をしていただいて、モッピーのポイントを貯めていってください。そうしますと、なんとモッピーのポイントは現金に変わりますと。 とということで、えー、ですけれど、五木さんと結果もッピーで何か買わんとポイントってた、えー、まらないんでしょうと思われた方そんなことはありません大の収入ポイカツ、副業するよりラグということでね別に物を買わなくてもポイントはたまりますため方がわからないそらそうでしょうだったら私がねそれ用の動画を作っております説明欄にこちらの方もリンク貼ってありますのでねこちらの方をご確認してください エンドビデアが決算を受け、時間外取引で上昇と、株式十分割も発表をしておりますということで、 日本時間5時20分過ぎに NVIDIA の決算がありました、データ部門の売上高が予想を上回ったほか、第2四半期の売上高見通しも予想を上回ったと、また増配を発表、株式分割の計画も公表したということになっておりますので、NVIDIA こちら時間外取引で上昇しておりますと。 もう一つ注目だったスノーフレイクの方ですね。こちらも若干上昇、押し戻され気味ですけれど、まあしっかりとね、上昇しております。こちら、アナログデバイシズ。こちらの方は、プレマーケットのね、ところで決算があったんでしょうね。ここで上昇して、まあその後はじわーっと上昇、時間外取引でもしっかりと上昇しているということになっております。 その決算を受けまして、SOXL はどうなっているのかということで、プレマーケットの段階でも上がっております。で、一旦ここ下げているのは、FOMC の議事用紙の方が出てきましてね、そこで利上げの方も話し合いがあったということがあったんで、ちょっと下げたんですけれど、引きにかけて戻して、NVIDIA の決算を受けて、さらに上昇しているということになっておりまして、りにが 49.38なんですけれど、時間外取引、今のところはまだ終わってないんですけどね、51ドル25セントということになってきましたんで、まあ、これ、発射台に乗ったんじゃないかなと、ボリンジャーバンド、プラス2シグマに沿ってバンドウォークを起こすということになりますんで、そろそろ50え、ね、2週の最高値、56.99、ここを抜くことができるのかどうか。 pce の発表後ですよね。まあ、しっかりとバウンドウォークを起こしていれば、最高値更新。速度自体の最高値74.21。ここをね、しっかりと抜いてくることができるのかどうかと。まあ、こうなってきますとね、あとは私の中では、ここ、い場ではないということで、まあ、自分の持っている速、ね、度がどこまで上昇していてくれるのか。 56.99、さっさと抜いて、最高値更新していってほしいなというふうに思ってますんで、私のチャンネルではエントリーポイントは、ね、出しませんと。さあ、テスラ2倍ブルーですね。こちらレンジ7から9、戻ってこいよー。 戻ってこいよということでね、前日大きく13%上昇したテスラ2倍ブルーですけれど、まあ、予定通りレンジの中を抜け切れることはできず、若干下げているということで、7ドル台に戻ってきました。こうなってくると、しっかりとね、7ドル前半から下振れして、7ドル切ることがあれば購入していくことも可能だと。52週の高値21.1からね、終わりで7.89を見てみますと、 マイナス60%ラインをね、再度、割り込んできてるということになりますので、ね、まあ、60%以上の下落だったら、ね、しっかりと購入していても大丈夫じゃないかと、ただ、そこを掘る展開で、万が一80%下落とかに、ね、なってしまったときに対応できるように資金は調節しておかないとダメですけどねと。 さあ、そうしまして、私が保有しておりますテスラ300株マイナス49.6%マネックス証券はマイナス41.35%リバランスをかけております え、特産講座230株はマイナス5.14ときたきたきたということでね、え、ここトータルリターンマイナスをつかないと、え、リバランス大作戦が第1弾で終わってしまうということになりますからね、え、ここをね、10%下落ぐらいね、してくれると、え、リバランス第2弾ということがね、え、できます。で、え、コメントの方でね、え、ケルリシさん300株持ってて、今マイナス40%とか、え、マイナスね、2百0株持ってて、え、マイナス41%の商品って、 るにーとかってね、あほ、米がつくんですけれども、はい、言ってるじゃないかと、10日3講座が終わったら、マ、ま、ネ、ね、クス証券、えー、そして私の楽天証券の方もね、え、しっかりとリバランスかけていきますよというのをね、伝えてるんですけれど、いいところでき切り抜けないでくださいとかでね、言ってくるやつらがいておりますので。 まあ、しっかりとね、このあたりもリバランスをかけていくということですけれど、ですけれど、残念なお知らせがあります。そういうね、アホコメがつきますんで、まあ、正直ね、一般の私のね、動画を楽しみにしていただいている方には悪いんですけれど、一部のアンチにね、もうこれ以上情報を提供するのはアホらしいということになりますので、マネックス証券、そして私の楽天証券のリバランスのかけ方っていうのは、 メンバーシップのみで公開させていただきます。10日3講座、こちらの方をリバランスかけていきながら同時並行でね、マネックスと100点の講座、こちらの方をリバランスかけていくというね大作戦がありますので、こちらはメンバーシップで 公開していきます。PMF、こちらもね、レンジに入っているということで、次ね、PCE までレンジに入って、PCE を上抜けするのか、下抜けするのかというところがね、ポイントになってくるのかなと。DPST もね、ちょっと下方向に戻りつつあるのかなということで、こちらの方もね、再度60ドルを割ってくるようであればね、会話になるんじゃないかということですね。ULD の方は高値を更新しておりますということで、時間外取引で今のところ91.82と。 ということになってますので、今年の最高値を更新しております、l d の最高値94.54、ここをまあもう抜くことは、ね、間違いないんじゃないかなと思います、PCE でいいデータが出てくればね、まあ、一気に94ドルを超えて100ドルというところを、ね、目指していってくれるんじゃないかと。 1>, 1日遅れで出ます、売ればなす。えー、基準価格は3万8487円と、今年の最高値を更新しております。えー、10年歳の方はね、こちら PCE までレンジに入って、PCE でいいデータが出てきて、再度ね、下落して、また下落したところでレンジに入って、6月の FOMC を迎えに行くんじゃないのかなというふうに思ってます。 えー、ただし予想を裏切ってくれるのは2年歳、10年歳、長、え、男、ー、金利差、逆転、逆イールドですね、えー、その差がまた0.451とね、広がってきておりますよということで、こ、まあ、今年いっぱいの逆イールドの解消というのがないのかと、えー、それだと年末までしっかりと株は上がっていくのかと、えー、興味が尽きないところです。 n y ファングの方ですね。こちらは若干下げているということですけれど、まあどうなんでしょうね。今日 NVIDIA の発表もありましたしね。しっかりと上がっていくのかなと。そして PCE でさらに上がっていくのかなというふうには思っています。1日遅れのファングプラスの方は最高値更新ですね。55,969円と。 2023年度の実績は3月から12月でプラス4663ドル46セントでした。そして2024年はね、今のところ2回取引がありまして、248ドル43セントプラスということになってます。今からちょくちょくね、リバランスをかけていくことによって、ここ利益が乗っていくと思いますので、この利益の乗っていくのをね、楽しみにしていただいて、ドカッとテスラ2倍ブルで最後ね、12 2月あたりに打って締めくくっていきたいかなと思います金利がね下がっていくのかどうかということでまあ、予想の方は9月に1回予想の方は9月に1回 もしくは11月、12月になってきましたね。で、2回目の利下げの方は年明けになるんじゃないかというふうに変わってきてます。で、議事用紙の方で利上げの話があったので、ここね、利上げの項目が追加されてるということになってますけれど、さあ、どうなることやら、6月12日のドットプロットがね、すごく楽しみです。 さあ、えー、ちょっと気が早いんですけれど、PCE の方を見ていきましょうということで、まあ、NVIDIA の決算も終わりましたんでね、えー、次のね、えー、大幅な、えー、イベントっていうのは、まあ今月は PCE だということで、5月31日にあります。まあ予想の方がね、まだマネックスね、えー、前月比しか出てきていないんですけれど、PCE コアデフレータ、えー、前回が0.3、予想が0.2。ということは、ここで0.2とかね、えー、0.1という数字が出てくれれば、 債券、えー、利回りは低下、株式は上昇していくということになりますんで、まあ、PCE 自体の、ね、予想はそんなにほど外さないと思いますんで、まあ、この PCE の、ね、データが、いいデータが出ると踏めば、まあ、前回りしてね、ちょこっと株式を抑えておくというのもね、まあ、いいかもわからないですね。あとは個人所得、個人支出のほうも、ねまあ、予想が出てくれば、それを参考にしてと。 絶対に負けない取引株価が下がれば含めて下がるのは当たり前。株式は下落の上昇を繰り返していきます。損切りの必要はありません。株価戻るまで余裕ぶっこいて感染。そしてメンバーシップの方でリバランスの方をどういうふうにかけていくのかというのを発表していくのと、絶対に負けない取引バージョン3ということでエントリーポイントの算出方法というのはメンバーさんの方にはしっかりとお伝えしております。 第2弾ということでえ、絶対に負けない取引、エントリーポイント算出の次ですね、リバランスのかけ方、えこちらの方も、ね、え徹底的にマッ、まあ、シップの方で、ね、えお伝えしていきたいと思います。株で勝つためには入金力、これを高めていくしかないと。さあ、え今日は NVIDIA の決算が終わりまして、まあ、マーケットでえどれぐらいで SOXL が NVIDIA の決算を折り込んで上昇していくのか、それとももうすでに時間外取引と次の、ね、プレーマーケットで折り込まれて場中は上がらないのか、しっかりと観測していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次はライブ放送でお会いしましょう。お待ちしております。